皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月の9日、16時48分、この間石川県の、春の選抜高校のその高校野球の代表のチームの方たち、頭の中を貸したりとかして、勝ちに行くっていうそういう話取り下げます。昨日動画アップロードしたんですけども、今日やっぱり睡眠不足なんですよね。で、阪神タイガースの試合とかも、あれも、ああいうふうなペナントレースも毎日そうなんですよ。で、命削ってまでそこまでっていう部分もあるのと、まあ、あとは、正直今、勘弁してほしい。本当にもうそう、とりあえず寝たい。で、とにかくね、他にもいっぱいいろんなところで条件があるんですよ、スポーツだけじゃなくて。で、その重複するような形で睡眠不足にさせられてるんで、だと思うんです。わからないんですよ。どういうふうに誰が設定したのかっていう、それわからなかったらもう僕も対処しようないんで、で、まあ、とにかく今、どれ下げさせてほしいと。ごめんなさいよ。本当に。でも今からそんな3月仲間までって、ちょっと僕も本当それ無理なんで、こういうような形で、一旦、話、区切らせていただきたいなと思います。ちょっといろいろわからないですね。もしかしたらそのスポーツ勝ちの負け云々のところで、一応ね、その皇室の人たちが巻き込まないような形でっていうようなことを僕は対応してるつもりなんですけども、巻き込んでしまってるのかな。まあ今日、皇室、別に皇室の人たちの悪口なんか何も言ってないんですよ。何も言ってないのに、今日パトカーがね、どっか出走しに行くときに、もうそれ以上その人たちのこと言ったらあかんとかなんか言ってきて、で、わからない。わかんない。防犯カメラみたいな形で、晴山整骨院の方向は映してるんですよ。で、それは、もうそれ以上その人たちのことを言ったらあかんっていうことは、わかんない。ご質問のことじゃないかもしれない。晴山整骨院のことは。けど、それも絶対間違えてる。で、その短い言葉はみんなが誤解を生むから、警察官の方も、ちゃんと、〇〇署の何々ですけどもっていう、ちゃんとした対応。で、それ電話でかけてもらったら、こちらも記録つけれるんで、で、それを、しっかりと公開して、なぜ法律がそうなってるのかっていうところまでたどり着きますか。事後経過の報告。それしなかったら、話一方通行で言ったまま、返答がないまま、ごめんなさい、ちょっと鼻水出てきて、返答ないままになっちゃうんで、で、もう正直何でも当てはまるから、その人は。その人たちの話したらあかんでも。僕は頭の中のよぎったのは、交通の人たちのことなんですよ。ごめんなさいね、高校野球の方たちにこんな話し始めて。もう毎日こんな調子、いろんなところ、言葉のすれ違い。もう短い会話なんか絶対無理。まあ僕のホームページにあの文章でもどうかしてるんですけどね。まあ、とにもかくにも一旦取り下げということで、皆さんご協力ご対応、とにかく寝たり。もうスポーツの試合とか、いろいろボクシングの世界戦とかも、いろいろ日程、インターネット記事に流れてますけども、とにかく今は見てということで、もう僕から。もう、正直、そういう状況なんです。とにかく、以上です。皆さんご協力、ご対応のほど、よろしくお願いいたします。